本社のある、有ンデイリー新聞社本社株式会社 FM、延岡は、宮崎県延岡市の一部地域を放送区域として、超短波放送のコミュニティ放送を行う、特定地上機関放送事業者である。放送局故障は、社名と同じ FM 延岡、宮崎県北部で、初のコミュニティ FM 局である。資本金5000万円。株式の過半数を、 地元の有敢誌である有敢デイリー新聞社が保有し、本社、スタジオは、延岡市大岩町の同社に設置されている。リスナーと共に作る、ラジオ、元気の出るラジオをコンセプトとする。延岡中継局コールサインは、ジョスレイビジー FM。周波数8 8 6ヘルツ空中線電力2 0トで、あたご山北東のあたご山公園から送信し、 延岡市街地のほぼ全域をカバーする。なお、あたご山の山頂周辺には他に、県域放送の FM、宮崎、NHK 宮崎放送局の延岡中継局が設置されている。サービスエリアカーラジオでは、延岡市郊外であれば、エリア外でも大抵は受信できる。試験放送時には、サービスエリア外での受信も確認されている。 放送時間は7時から21時の14時間で全て生放送。台風接近時には災害情報を放送できるように24時間放送になる。延岡市と防災協定を締結し、災害発生時には延岡市の担当職員が割り込みシステムを運用し、優先的に災害情報を発信することを可能としている。また、延岡警察署と 防犯協定を締結し、月に一度警察署員が放送内で防犯に関する情報を発信や啓発を行っている。過去の番組ほか、ありがとうございます。